はい、でお時間になりましたので、これより株式会社スカパー JSAT ホールディングス2024年3月期第2四半期決算説明会を開催いたします。本日はご多忙の中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日の説明会には、代表取締役社長、米倉英一、代表取締役、福岡徹、取締役、小川雅人、取締役、松谷浩一が出席しております。説明会資料は、スカパー JSAT グループのホームページにも開示しておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。これより出席の各取締役から、スカパー JSAT グループ2024年3月期第2四半期決算についてご説明いたします。ご説明後に質疑応答を行います。ご説明を始めます前に、各種お願い、ご連絡事項を申し上げます。これから行う説明におきまして、現時点の予想に基づく将来の見通しを述べる場合はございますが、それらはすべてリスク並びに不確実性を伴っております。皆様には実際の結果が見通しと異なる場合があることを、あらかじめご了承ください。本説明会は決算報告の後、質疑応答の時間を設けております。ご質問はコントロールパネルの挙手機能より、お受け付けいたします。ご質問される場合は、コントロールパネルの手を挙げるのボタンをクリックしてください。手を挙げるのボタンをクリックをいただきますと、順番にご指名させていただきます。お電話から質問される場合は、アスタリスク9で手を挙げていただき、アスタリスク6でミュートを解除し、ご質問をお願いします。お時間の関係上、すべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。何かお困りごとがありましたら、チャットにてお知らせください。また、説明会終了後、3分程度のアンケートをお願いしております。ご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、説明を開始いたします。米倉社長、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。米倉でございます。本日はお忙しい中、スカパー JSAT ホールディングスの決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。まずはじめに、本日のポイントを私からお伝えいたします。業績は引き続き前年同期比増収増益となりました。現状、足元の業績は好調であり、今回のメディア事業における特別損失を踏まえても、期初に掲げた通期業績予想150億円を達成し、さらに上乗せをすることを目指したいと考えております。宇宙事業においては、スーパーバード9のプレセールスを開始し、第1弾としてパナソニックアビオニクス社に航空機向けのインターネット回線を提供する契約を締結いたしました。また、衛星フリートの柔軟性を飛躍的に向上させる軌道上衛星延命サービスの調達も決定いたしました。さらに先を見据えた衛星調達の検討も開始しております。また、昨日、私どもが出資している QPS 研究所の上場が承認されました。引き続き連携をしながら、ビジネスインテリジェンス分野の需要を獲得していきたいと思います。メディア事業においては、FTTH 事業の再送信サービス世帯数が堅調に増加するとともに、提携ケーブルテレビ局が16局に拡大いたしました。ESG における企業活動においては、カーボンニュートラルの達成を2030年から2025年度末に前倒しすることにいたしました。株主還元については、5年間で400億円の株主還元を行うというキャピタルアロケーションプランに基づき、9月の取締役会で決定した50億円の自己株式取得を実行中でございます。今後も積極的な還元を行いたいと考えております。それでは、CFO の増田により、第2四半期の業績概要についてご説明申し上げます。松谷でございます。では、連結業績からご説明をさせていただきます。2023年度第2四半期の連結営業収益は605億円となりまして、4%の増収。営業利益につきましては134億円、20%の増益。
親会社株主に帰属する四半期純利益は85億円で 11% の増益となりました。宇宙事業がグローバルモバイル分野、国内 SF ビジネス分野ともに堅調に推移した結果、メディア事業において投資有価証券評価損の計上があったものの、連結業績としては純利益前年比で 10% を超える2桁増となりました。このページでは四半期ごとの業績トレンドをグラフに示してあります。では各事業セグメントにつきましてご説明をさせていただきます。まずは宇宙セグメントです。営業収益310億円、ジェシサット 1C やホライズンズ3の移動体通信分野での利用拡大や、国内衛星ビジネス分野での回線利用の拡大、機器販売等により、前年同期比で29億円の増収となりました。機器販売収入に連動しまして、一部原価も増えましたけれども、減価償却費の減少向きをして、営業利益は前年同期比28億円増の111億円となりました。純利益ベースのセグメント利益は21億円増の77億円となりました。次にメディア事業セグメントです。営業収益は342億円。スカパーの累計加入件数の減少による減収となる一方で、接続世帯数の増加による FTTH 事業収入の増加、リアルイベント開催による収益計上の結果、6億円の減少となりました。昨年10月末に閉局いたしました BS カパー関連費用の減少などによりまして、費用を削減した結果、営業利益は前年同期比5億円減の27億円となりました。セグメント利益は、投資有価証券評価損の計上の影響で前年同期比12億円減の11億円となりました。2030年に向けて、本資料は再計となりますけれども、私どもは2030年に向けて既存事業の基礎収益力向上を図るとともに、新領域へ2000億円以上の投資というと2000億円以上の投資を行い、既存領域の拡大と新領域への積極的な展開を図ってまいります。そしてグループミッションスペースフォーユアスマイルのもと、2030年に250億円を超える当期純利益を目指すとともに、社会的価値を創出してまいります。次にキャピタルアロケーションの進捗状況についてご説明を申し上げます。現時点での2023年度の投資は360億円を見込んでおります。増配、自己株取得の株主還元を含めまして、2年間の投資並びに株主還元の累計は700億円強となる見込みでございます。先を見据えた衛星調達の検討を開始しているとともに、その他の計画につきましても引き続き検討を進めているところでございます。それでは続きまして、2030年に目指す姿を達成するために直近の取り組みにつきまして、各担当取締役よりご説明をいたします。宇宙事業担当の福岡です。宇宙事業では超スマート社会の実現に貢献することを目指した宇宙事業ビジョンを掲げております。以下、最近のトピックスや取り組みにつきましてご説明を申し上げます。スカパー JSAT は、通信環境の整っていない地域、航空機、あるいは海洋エリアでの通信需要や、BCP 対策のための非常時通信などの需要に対応するため、低軌道衛星による通信サービスを提供してまいりました。この度、低軌道衛星によるブロードバンドインターネットサービス、スターリンクビジネスの提供を決定し、衛星通信サービスのラインナップを拡大することといたしました。加えて、本サービス拡販のため、NTT ドコモと NTT コミュニケーションズを通じたサービス提供も予定しています。
サービスの開始は年内を予定しております。従来の静止軌道衛星による通信サービスに加え、低軌道衛星による高速かつ低遅延のブロードバンドインターネットサービスも提供することで、より多くのお客様の通信ニーズにお応えし、またお客様の利便性の向上に努めてまいります。未来社会に向けては、自動運転や空飛ぶ車などの新たなユースケースに対応する通信ネットワークの構築を進めてまいります。GEO 静止軌道衛星に、レオ低軌道衛星、ハプス高高度プラットフォームなどを加え、多層的な通信ネットワーク、私どもではユニバーサル NTN と申しておりますが、これを構築し、GEO、レオ、ハプス、それぞれの特徴を活かしながら、地上や海、空を問わず、お客様に対し、シームレスかつ最適な通信ソリューションを提供してまいります。このユニバーサル NTN、繰り返しますと、いつでもどこでも誰ともつなげるという意味でのユニバーサルでございますが、この実現に向けては、レオ事業者をはじめ、様々なパートナーとの連携も推進してまいります。既存の衛星通信事業についても拡大強化を進めております。パナソニック・アビオニクス株式会社との間で、ブルーデジタル衛星スーパーバード9による航空機向け大容量帯域のインターネット回線の提供について契約を締結いたしました。スーパーバード9は2027年上期の運用開始を予定しておりますが、打ち上げ前の契約獲得により早期の収益化を実現しました。また、スーパーバード9は当社史上最大の通信容量を提供可能とする次世代型の衛星であり、なおかつ軌道上で柔軟に衛星のカバーエリアなどを変更することが可能なフレキシブル衛星であります。本衛星により航空機や船舶などの移動帯における多様な通信ニーズにも応えしてまいります。続いて、宇宙統合コンピューティングネットワーク構想の実現に向けたスペースコンパスの事業の進捗についてご説明をいたします。本年9月、スペースコンパスは、三井物産株式会社が取り組む国際宇宙ステーションの日本実験棟希望後継機の事業化調査の一部を受託をいたしました。スペースコンパスは、この調査業務のパートナー企業の一社として、希望後継機と地球との間の光通信事業、また、希望後継機内におけるデータ処理に必要な軌道上のデータセンター事業を検討し、新たな価値の創出を目指してまいります。これはまさに宇宙データセンター事業のサービス実現に向けた一環としての取り組みでございます。続きまして、宇宙事業ビジョンの実現に向けて、既存事業の延長線上にとどまらない新たな事業を開発し、事業領域を拡大していくことも重要であります。新規事業開発の推進力を高めるための取り組みについてご説明します。資料にございます通り、2018年3月及び本年9月、これまで60社を超える宇宙スタートアップへの投資実績がある米国のベンチャーキャピタル、スペースキャピタルが運営するファンドへの投資を実行いたしました。この投資を通じて得られる情報とネットワークを生かし、海外宇宙スタートアップとの協業を進めることとしています。合わせて国内においても、スタートアップ宇宙ファンドへの投資協業を強化してまいります。また、このような取り組みを推進するため、10月1日付で組織改編を行いました。新たに投資協業促進クロスファンクショナルチームというものを立ち上げ、プロジェクト体制に移行いたしました。このことにより、
多様な経験やスキルを持った社員が組織の垣根を越えて積極的かつフレキシブルに新規事業開発に関与し、主体的に活動する。このことによって新領域事業の展開を加速してまいる所存であります。さらに、既存衛星通信ビジネスの拡大に向けて、その事業基盤の強化も進めています。インテルサット社との共同衛星、ホライズンズ4は、日本時間の8月3日に打ち上げに成功し、ホライズンズ1の後継機として、10月よりサービス提供を開始いたしました。ホライズンズ4の運用開始に伴い、ホライズンズ1、従来の衛星でございますが、これは軌道位置を星径の127度から星径150度へ変更をし、移動体向け通信需要が見込まれる北東太平洋エリア向けに、今月中旬よりサービス提供を開始する予定で、また、新たな宇宙技術の採用も積極的に検討を進めており、正式軌道上で衛星の寿命延長を行う、軌道上衛星延命サービスの調達も決定いたしました。軌道上衛星延命サービスとは、右下イメージ図にございますように、すでに軌道に投入されている静止軌道に、延命用の衛星をドッキングさせて延命させるサービスであります。このサービスの活用により、衛星フリート計画の柔軟性もより高めていくことができると考えております。宇宙関係最後でございますが、フリート中でお知らせでございます。ホライズン4について先ほどご説明の通り、10月より星径127度においてサービスを開始いたしました。これにより衛星の数は1機増えて17機となります。また、JCSAT-10 でございますが、これは JCSAT-5A の後継機として、東経132度へ移動し、新たに JCSAT-5B という名称に変えて運用を開始いたしました。なお、今回より左下の参考情報のところにございますように、衛星の設計事業などの情報を加えております。衛星の焼却は、設計事業に基づき約15年で行いますが、実際には、運用を効率的に行うことにより、設計寿命より長く運用できる場合もございます。先ほどのホライズンズ1がその一例であります。また、右下には、他事業者との共同保有衛星についての記載を加えております。最新技術を取り入れた次世代型衛星の投入や、他事業者とのアライアンスにより、衛星フリートを強化し、今後も競争優位性を確保してまいります。メディア事業担当の小川でございます。ここからはメディア事業についての説明をいたします。まずここに示しましたのはメディア事業のビジョンでございますけれども、人と人、企業、社会をつなぐプラットフォームとして、多様で創造性豊かな社会の実現に貢献するということでですね、ファンの体験を起点としてその先の体験領域を拡張するということを進めております。では具体的な取り組みについてご説明いたします。 FTTH 事業で使っております仕組みを活用いたしまして、衛星通信と視聴制御機能を提供するケーブルテレビ事業者向けの映像伝送サービスが拡大しております。この度、三重県四日市市のケーブルテレビ統括運営会社の株式会社コミュニティケーブルジャパン CCJ との協議がまとまりまして、本日現在サービス開始したケーブルテレビ局が8局、サービス開始前のケーブルテレビ局が8局の合計16局でこのサービスを使うということとなっております。このケーブルテレビ事業者の皆様方とはですね、当社のやっているスカパーの番組配信の普及促進や、またはコネクテッド TV のドングルなどを使った戦略におけるアライアンスを進めていくということなど、
これから関係の強化、利益の拡大を目指して協業していきたいと考えております。次に、堅調に、収入並びに加入世帯数がですね、増加しております再送信事業につきましては、株式会社つなぐネットコミュニケーションズとともに、大規模なマンションでございます麻布台ヒルズ1412戸にスカパー JSAT が提供する光回線テレビを提供することが決定してございます。光回線経由でですね、地上波、BS、CS を視聴できるサービスでですね、CS 放送などの有料チャンネルもアンテナの設置は不要で、契約手続きのみですぐに利用を開始することができます。テレビとインターネットをそれぞれ専用回線で連送しておりますので、速度の低下の心配がなく、快適な通信環境と高品質なテレビ視聴環境の提供が可能となっております。今後も引き続き、マンション、戸建て向けにですね、本サービスの提供を拡大させてまいります。次に、昨今注目されております、Web3 の市場に向けてのトライアルということを、アイドルジャンルで行ってまいります。アイドルイベントを開催いたしましてですね、その中でファン投票、または投票チケット、デジタルアイテムなどの配布販売をしていくこととしております。このブロックチェーン技術などを使った新しい技術を活用いたしまして、ファンの体験価値を重視したサービス展開を目指していきたいと考えております。こちらはですね、現在開催中のスカパー熱狂フェスのご紹介でございます。放送はもちろん、配信、またはバーチャル空間、そしてリアルイベントでですね、ファンの皆様に楽しい体験をより拡張していただけるように、熱狂できるコンテンツをたっぷり揃えたキャンペーンでございます。テレビだけではなく、配信、イベント、グッズなども含めて、お楽しみいただきたいと考えております。また、11月の末からですね、12月にかけて、こちらの2つのスポーツイベントを、当社の放送、配信のサービス上で提供いたします。左側のあの夏を取り戻せというものは、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大によって中止となってしまった夏の甲子園大会を取り戻すべく、当時の高校球児たちが立ち上げたプロジェクトでございます。当社はこの大会の趣旨に賛同いたしまして、より多くの野球ファンに楽しんでいただくべく、無料でお届けすることといたしました。右側の中村俊輔さんの引退試合も同様により多くのサッカーファンに楽しんでいただくために、無料放送配信をすることといたします。10月27日にお知らせを出しましたけれども、来年2024年3月末にて、スカパーエンターテイメントが提供しております 4K チャンネル、9チャンネルを終了することといたしました。対象となりますのは、ここに書いてございます 4K のチャンネルでございまして、2K のチャンネルは引き続きご視聴することができます。これによる23年度の業績に与える影響は軽微でございます。なお、この 4K 放送に利用している帯域につきましては、今後、離島を抱える地域や、中山村の地域、または受信の
障害地域などといったなかなか放送を受信することが難しい地域において地上波の代替としてこの帯域を使えないかなどの検討を進めてまいります。最後に ESG の推進状況についてご説明いたします。これまで当社グループでは2030年のカーボンニュートラル達成目標を掲げておりました。グループでの実質再生可能エネルギー切り替えの進展を鑑み、また世界的に顕在化する気候変動リスクへ迅速に対応するため、温室効果ガス排出量の削減活動を加速し、達成目標を5年前倒しとすることを決定いたしました。これは通信、メディア業界の中でも先駆的な取り組み目標だと自負しております。また10月には人権方針を策定しました。従前より役職員が遵守してきた人権意識、ルールについて改めて見直しをし、国際標準に則った方針へ昇華させたものであります。より一層人権尊重に真摯に取り組んでまいりたいと思います。さらに、サプライヤーサステナビリティガイドラインの策定により、当社ビジネスの安定性を確保、維持するとともに、サプライチェーンに対しても、社会的な責任を果たしてまいりたいと思います。こうした ESG の取り組み、2030年に向けた価値創造については、統合報告書や、リニューアルしたウェブサイトでもご覧いただけます。今後も株主、投資家様からのご意見をもとに、情報開示を充実させてまいりたいと思います。2023年度は、成長の足固めとして、基礎収益を支える既存事業の強化と、新領域への進出に積極的にチャレンジしてまいります。加えて、着実に株主還元を実行することで、株主、投資家の皆様にの期待に応えていきたいと考えております。説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、それではこれより質疑応答に移らせていただきます。なお、質疑応答につきましては、取締役に加え、主たる事業会社であるスカパー税策と株式会社の担当執行役員が対応する場合がございます。ご質問のある方は、手を挙げるのクリックをお願いします。手を挙げるのボタンをクリックいただきますと、順番にご指名させていただきます。ご指名させていただいた方は、ミュートの解除の依頼を出させていただきますので、ミュートを解除し、会社名、お名前の後にご質問をお願いいたします。お電話でご参加の方は、アスタリスク9で手を挙げていただき、ご指名させていただいた後、アスタリスク6でミュートを解除し、ご質問をお願いいたします。では、ご質問のある方、よろしくお願いします。はい。では、増野様、よろしくお願いします。野村証券の増野です。よろしくお願いいたします。まずですね、事業部ごとに、この利益の増減というところを、お伺いしていきたいんですけれども、この第2クォーター3ヶ月だけ見るとですね、まず宇宙のところでいくと、3ヶ月だけだと、まあ、第1クォーターが3ヶ月で16億円増収、第2クォーターが13億円増収ということになってますけれども、で、内訳で見るとグローバルが3ヶ月で6億増収、国内が6億増収、で、放送トラポンが2億円減収ということですが、まずグローバルの6億増収、国内の6億増収、そういったところの要因を教えていただきたいのと、為替の影響がですね、おそらくプラスであったと思うんで、第2クォーター、為替の売上増の影響がどれぐらいあったのか、まず売上のですね、内訳を第2クォーター3ヶ月だけのところで、ご解説お願いいたします。はい。宇宙担当の高岡でございます。今ご指摘ありました、特にまあグローバル関係の為替の影響ですけれども、おおむね
4割から5割ぐらいは、が、だいたい為替に目安の効果だというように見ております。1級まで含めますと、1級自体の時にはもう少し円安が、それほど進んでなかったので、もう少し、割合が低くなったと思います。で、実際の、じゃあそれ以外の、増えた増要素といたしましては、やはり基本的には、従来から好調であります、ドーバーで言いますと、ホライズン3の、受注、回線利用といったものが、積み上がってきていること、あるいはその他のアジア地域においても、長者の回線の利用というのが、進んでいるというところが、まさに実態ということでございます。それから、国内につきましては、需給の積み上がっている部分で申し上げると、携帯事業者様向けの機器販売や回線増といったところ、それから、官公庁向けの地上施設を整備して提供するという話に関して、その部分が積み上がっているというところは問題ない。以上です。あ、すいません。確認ですが、為替の4割、5割というのは、この3ヶ月のグローバルの6億円増収のうちの6億の4割から5割とはいい、うそうこです。とでしょうか。高水分に占める大体貢献わかりましが、た。グローバルの用途としては、ここも通信、航空、船舶みたいなところが中心になるんでしょうか。おっしゃる通り。あと、第一クォーターのところに国内ではですね、総務省さん向けの、電波管理の案件の受託みたいな、地上局であったみたいなこともあったと思うんですが、それが第二クォーターも続いていらっしゃるということなんでしょうか。国内のそところですが。なるほど。先ほど官公庁向けの地上設備っておっしゃられたのは、この総務省向けの地上局。電波監視の受託ということで大丈夫。なるほど。わかりました。あとですね、費用償却でいくと、第2クォーターも償却が、減ってまして、で、これが、続いていくということだと思うんですが、費用増っていうのは、やはりこの、売上増に伴う、先ほどの機器の原価とか、そういったところが大きいんでしょうか。おっしゃる通りでございまして、売上の連動に伴う、先ほど申し上げましたような、まさに話題になりましたようにですね、携帯事業者さん向けの機器販売でありますとか、観光庁向けの施設整備について、当然、それに見合いの費用が増えているというふうにご理解いただければと思います。なるほど。わかりました。で、そうすると、今後も、特に大きなトレンド変化なく、為替は為替次第ですが、海外での、その案件の積み上げ、国内でも、あと、すみません。国内では、JAL さん、ANA さんの決算見ると、もうほぼほぼコロナ、前の9割ぐらいまで国内戻って、海外6割とか7割戻ってるということだったんですが、ここの国内関係は、直接 JAL アナではないですけれども、アビエーション会社を通したところの、航空機向けのその売上状況は第2クォーター3ヶ月だとどんな感じだったんでしょうか。基本的に先ほどのパナソニックアビオクスのような、航空機向けのサービスプロバイダー向けのサービスになっておりますので、この1級とかという細かな3ヶ月間で、何か大きな変動があったというわけではありませんが、前年度と比べて、ご指摘のように、国内線は、旅客も復活しておりますので、コロナ以前に国内線にかかる、衛星の需要、回線の需要というのも、回復してきているという状況が続いております。それに加えて、先ほども、発表いたしましたような、新たなですね、航空機回線の、気合があって、それについては、
スーパーバードナインのプレセールスということではありますけれども、それにつなぐ間においてもですね、少しずつ回線の拡大というものが見込まれているということでございます。すみません。このスーパーバード9のところは、プレスリリース見ますと、増強と書いてあるので、既存の、契約の中の帯域の、まあ、かなりの大きな拡大ということでしょうか。あと、その新規事業でですね、画像の販売機は伸びてるってお話だったんですが、ちょっと今日コメントがなかったんですけれども、そのあたりは今どんな状況なんでしょうか。はい、まず1点目の関係ですけれども、私どもにとって、大きな意味合いというのは、まさに公表させていただきましたように、スーパーバード9の、まあ、第一号のお客様が決まったということであります。ただ、スーパーバード自体は、9自体は、何度もご説明させていただきますように、実際のサービス品というのが2027年上期ということでございます。で、まあ、それまでお客様の方といいますか、パックさんの方でも待てないということもありますので、既存の衛星の待機を提供させていただくという形で、まあ、先ほど申し上げました、提供する容量を増やしていくという形になります。それから、衛星画像の関係につきましては、これも詳細は申し上げられませんけれども、観光庁向けの衛星画像販売の、についてですね、今期、まあ、従来よりもさらに上回る形で、大きな、商談も成立しているということでなりますので、これも、今後、今期後半、あるいは来年度に向けて、まあ、利益収益が積み上がっているということになります。ありがとうございます。すいません。まだちょっといろいろあるんですが、すいません。しばらく宇宙で。ホライズンズの1位のところなんですけれども、この4が127の整形で10月から開始で、1手が127から150に移動ということでいきますと、これは1のお客さんを4に引き継いで、1手が新たなお客さんを取っていくということなのか、あと、ホライズンの4もですね、新規のお客さんも増えているのか、このあたり1点目とですね、すいません。あと、軌道の、その衛星の延長サービス、これできればコストパフォーマンスすごい高いと思うんですが、今マーケットで実際やったら、ノースロップグラマンさんぐらいだと思うんですけれども、まあ、そういう米系と、この、提携されているのか、あと、先ほど社長から QPS 研究所の上場がありましたけど、今、パッと目論書を見たら、御社の出資比率は 10.95% と公表されていて、まあ、今回売り出しないということでいけば、10.95 を所持するということでいいのか、この確認とですね、あと、スペースコンパスの希望さんのところは、これ全体の案件見ると、メカさんの企業が大きいような感じがして、まあ、御社のですね、売上規模はそんな大きくないんじゃないかなと思うんですが、スペースコンパスさんですね。それでいいのか。すいません、以上です。ちょっといくつか、前向きは、もう一度、ご質問の趣旨確認させていただきますが、まず、ホライズンズ4の関係であります。おっしゃいましたように、ホライズンズ4が、ホライズンズ1の顧客を引き継いで、ホライズンズ1は起動を移して、新たなお客さんを使っていくということでございます。で、ホライズン4については、ホライズン4については、まあ、今、とりあえず一番の顧客を引き継いだだけではありますけれども、まあ、新たなビーム、太平洋に向けたビームも積んでおりますので、当然のことながら、これから新たな顧客の拡大というものも、出していきたいということでございます。それから、延命サービスの関係でございますけれども、まあ、これにつきましては、ちょっと申し訳ございませんが、需要がございまして、個別具体的な、到達策であるとか、そういったことにつきましては、ご回答を控えさせていただければと思います。それから、10.95%、これはちょっと微妙です。はい。QPS につきましては、まあ、
このパーセンテージにつきましては、今後、当然のことながら、ちょっと質問の趣旨は違うかもしれませんけれども、IPO の中では当然変わっていくだろうというふうには思っていますが、そういうご趣旨の形を。そうですね。わかりました。今持ってらっしゃるのは10.95というふうに、目論書で開示があったので。はい、わかりました。あと、希望のところは。これはスペースコンパスの関係でいくと、メーカーさんとの関係です。あ、全体のプロジェクトを見るとですね、いろんな、その方が参加されていて、まあ、御社の、その、まあ、取り分というか、売上寄与ってのはどれぐらいのものなのかな、あ、スペースコンパスさんですね。まあ、そのあたりのちょっとイメージがわからなかったので、その辺の確認です。ちょっとその辺の細かなところまでは、私も、存じ上げておりません。スペースコンパスが、やっているということもございます。で、確かに、多くの、一つ、想像も交えて申し上げられることは、まさにその、希望の後継、についての様々な、運用のあり方等を検討するという、プロジェクトの中での話ですので、そもそも、機体そのものをどういう形でやっていくのかという非常に、ご指摘ありましたように、メーカーさんの、役割といいますか、担う部分というのは非常に大きいだろうというふうに思います。その中での、地上との光通信とデータセンターにかかる部分でありますので、全体の中ではそれほど、このスペースコンパスが受ける部分が非常に大きな部分にはならないというふうに思います。ありがとうございます。すいません。次、エリアのところもですね、3ヶ月の売上見ておりますが、契約については9月末の契約、それなりに、良かったんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりの背景とですね、第2クォーター3ヶ月だけでいけば、この FTTH の売上増っていうのは、第1クォーター1億とありましたが、どれくらいだったのか。あと、リアルイベントは売上も費用も全部両方立っているので、利益インパクトは中立だったのかと。で、前年同期がですね、あまりこの費用がなかったので、この第2クォーターの広告販促費みたいなところが正常な水準なのか、そのあたりをちょっと確認させてください。はい。それでは、メディア担当の側から、回答いたします。第2クォーター終わった時点でですね、契約者数については、22年度と比べると、改善しているのが、分かっていただけるかと思います。新規加入者も前年対比で増加し、解約者数も、少なくて済んだということでですね、この背景という話がございましたけれども、これはプロ野球でございます。プロ野球セットを、私ども主力商品として売っておりますけれども、今年度につきましてはですね、人気球団が、非常にいい、好調で推移したことでですね、9月末で、辞めてしまうとか、8月末で辞めてしまうようなお客様が少なくて、解約が抑止できたということで、この23年度上期の、この数字になっていると認識しております。また、FTTH の売上につきましてはですね、毎月毎月、順調に同じぐらいずつ増えております。ですから、第1クォーターと第2クォーターの増加分というのは、ほぼ同じでございます。ですので、ここに書いた、増加1億と書きましたけども、それが半分ずつ、第1クォーター、第2クォーター、寄与しているというふうに考えていただければと思います。リアルイベントにつきましては、関連ということでですね、売上と費用の方に同額となっております。上期に実施したイベント、リアルイベントにつきましては、そのような状況でございました。で、あまりこれ見たことないけれども、という話でございましたが、この多くはですね、7月29日に開催いたしました、ブンデスリーガジャパンツアーのサッカーイベントに起因するものでございます。昨年度はですね、これを11月に
開催しておりますので、上期にはこれがなかったということで、その3でございます。それから、広告並びに反則はですね、コストコントロールをかけながら、第一四半期、第二四半期ともに実施してございます。若干、昨の参考資料のところにございます昨を見ていただきますと、昨年度より若干少ないと思われるかもしれませんけれども、これはまあ、キャンペーンの時期等々によっても、増減がございますので、ほぼ同等の反則を行っていると考えていただければと思います。以上でございます。ありがとうございます。最後に、4K チャンネルの終了について、まあ、正直びっくりしたんですけれども、影響は警備とおっしゃっていましたが、影響は大きいような気もするんですが、来期の影響ってかなりあるような気もするんですが、そうなったらいかがなんでしょうか。はい。まあ、4K というチャンネルで放送しているのでですね、その影響はもちろん視聴者の方々には大きな影響を与えるということは、十分認識しております。ただ、なかなかですね、左遷の受信環境が整わない。まあ、これ、テレビだけではなくて、アンテナや、配線等々の受信環境を整えるのに時間がかかる。並びに、コンテンツがですね、4K ならではの差別化できるコンテンツの充実がなかなか進まないということでですね、まあ、採算性の観点で、直近で、大きく改善することが難しいということを考えての、まあ、終了としております。来期のことについては。はい、来期の連結業績の影響ですが、基本的には警備です。利益に対するインパクトは警備であります。以上です。なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。すみません、長くなりましたが、以上です。はい。マスノさんもありがとうございました。他にご質問ある方、お願いします。はい。では、岡村様、ご質問お願いします。おさらいます。ニューバーガーバーマンの岡村です。ありがとうございます。スターリンクの、事業について、すみません、お伺いさせていただけないでしょうか。また、すみません、私の勉強不足で大変恐縮なんですが、これ、どういう形でその事業化を行っていくのかっていうところと、あとは、具体的には、まあ、今回 NTT、NTT コミュニケーションズとドコモという会社名が入っていたと思うんですけど、ここから、まあ、さらに拡大する余地というのはどこにあるのか、私の理解が正しければ、KDDI さんもスターリンクとタイアップされていると思うので、ここら辺はどうなのかという、すいません、ちょっと初歩的な質問なんですけど、教えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。はい、福岡の方からお答えいたします。私も今回、スターリンクビジネスという形で、スターリンクのサービスをデータスタンプと言っておりますのは、まあ、ご案内通り、スターリンクは、スターリンクサービスを自ら、エンドユーザーまで提供できる形で、そもそもスターリンクは、提供されています。で、今お話がございましたように、KDDI さん等も、すでに扱われておられますけど、まあ、それと私ども も基本的には同じ形だと想像いたしますけれども、いわゆる再販事業ということで、あります。やっぱり法人のお客さんにはですね、においては、まあ、直接、スターリンクに申し込むこともできないわけではないと思われますけども、やはりそこはいろいろと、不便な点もあるので、やはり日本の販売事業者が間に入っているという形になるということになります。従いまして、私どもは、スターリンクの、まあ、もちろん、その端末の在庫などを揃えた上で、そして、直接のお客様に、スターリンクサービスを、まあ、周回的にですね、提供していくという形になります。まあ、もちろん、アフターケア的なですね、何か、
問題があったときにもお客様からの、ご連絡をお受けしたいというような形は、でございます。それから、NTT コミュニケーション、NTT ドコモさんとの関係でございますけれども、これは、スターリンクジャパンとの契約は、まず私どもが再販契約をさせていただいて、でそのうちの一部をさらにNTTグループさんに、まあ、卸的に提供させていただいて、でそしてさらにNTTドコモさんなどにおいても、エンドユーザーにさらにその先に提供されるという、そういうちょっと二段構えでございますが、そういうやり方で、いうものでございます。以上です。承知いたしました。なので、まあ、基本的には、まあ、再販事業者としての取り組みであってというところだと思うんですけど、まあ、これ、すみません。ちょっと、中長期的な目線で見ると、まあ、このスターリンクっていうのは、御社の、パートナーでもあり得る可能性もあるし、もしかすると競争相手という可能性もあるかと思うんですけど、ここら辺も、まあ、ちょっと考慮した、今回のタイアップというような形で、理解してもよろしいんでしょうか。はい、スターリンク社との、まあ、あるいはスターリンクに限らず、低軌道サービスの利用者さんとの間では、私どもにとっては、まあ、競争、競合と、それから、まあ、おっしゃったように、今回のような、協力にしていく関係、両面があるというふうに思っております。で、実態的には、やはり、私どものお客さんの中でもですね、まあ、ごく一部ではございますけれども、その使い道、あるいは、によってはですね、スターリンクのサービスの方が、よりベタだ、そういうケースもございますので、そういうお客様に対しては、私どももスターリンクの再販事業を行うことによって、私どもの方からそのお客様にスターリンクサービスを提供させていただくという形であります。まあ、これ今回はそういう形ですけれども、いずれにいたしましても、その今後先を見据えてもですね、多くの今後の利用事業者さんとは先ほどご説明させていただきましたように、協業などもさらに追及をしていきたいというふうに思っております。よく理解できました。ありがとうございます。はい、岡村様ありがとうございました。では他にご質問ある方、よろしくお願いします。よろしいでしょうかね。大丈夫でしょうかね。はい。ではご質問ないようですので、それではお時間になりましたので、コミュニケ株式会社スカパージェサットホールディングス2024年3月期第2四半期決算説明会を終了させていただきます。なお、冒頭でも申し上げましたが、終了後アンケートへのご協力をお願いします。この後画面が切り替わりまして、アンケート画面が表示されます。アンケートへのご回答をお願いいたします。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。